こんにちは、ガルオと申します。はい、ではね、中国史攻略続きやっていきましょう。で、まずは、党のね、確認テストをやっていきたいと思います。で、ここに10問用意したので、それでは、動画を止めてやってみてください。スタート。はい、ストップです。じゃあちょっと答えをカメラさんちょっと映してもらっていいですか。はい、ありがとうございます。ではね、答えを確認していきましょう。まず1番、唐が建国された年は618年だったね。ちなみに618年建国した唐を建国した人って誰か覚えてる？大丈夫？高祖さんだったね。 OK ね。続けて2番、大宋の全盛を何というか上官の地です。はい、続けて3番目、第3代の王は誰？高祖さんだね。ということで、ここで、ちょっとまた思い出してもらいたいんだけど、高祖の時、政策として征服地に都護府を置いてその地の有力者に任せるっていう政策あったよね。それを何ていうか覚えてる？漢字で書いてみて。書けるかな？機微政策というやつだったね。漢字はね、確認しておいてくださいノートに。これ難しいんで、たまに出るからね、漢字書かされる問題が。はい、続けて4番、唐の法制は何という？律令格式だったね。 OK ね。ちなみにだけど、これも、行政法っていうのは律と令どっちのことを言う？大丈夫ですか？量でしたね。で、律が刑法というやつだったね。で、格が、追加式が、細かいことと、最速ということだったね。はい、続けて5番、中央管制において草案を作成するのは何か？正解は中書省ということだね。ちなみにだけど、草案を審議するのはどこ？ OK？ 文科省。じゃあ執行するのは？はい、小書省だね。と、 OK ですね。で、さらに行政を監察するのは何大っていうの？これも大丈夫だね。御師大っていうやつだったね。じゃあさらにマニアックとして、中央幹線というのは三省陸部六部っていうことで、六部、理部、古部とかがあったんだけど、その六部っていうのは何省の管轄にあった？大丈夫ですか？これはね、小書省です。あの執行する、ところの省が、管轄していたっていうのを覚えておいてください。はい、続けて6番、則天武后は国号を何に変えた？正解は、周という国でしたね。ということです。はい、ちなみにこの周に、変えたことを何革命っていうの？大丈夫ね。まあ、ちょっとマニアックかな。黒字だった。武周革命って言います。則天武后の武に周を、入れたやつね。はい、続けて、7番、元宗の全盛を何という？戒厳の地だったね。 OK。 続けて8番、元宗が寵愛した女の名は何という？楊貴妃さんでしたね。と、はい、続けて9番、755年から起きた反乱の名は何なんだ？と、正解は安史の乱なんだけども、安史の乱って、2人の武将が、起こした反乱だったよね。はい、2人なんていうの？大丈夫？安禄さんと、朱子明でしたね。 OK ね。はい、ラスト10番、907年唐を滅ぼしたのは誰か？正解は朱全忠ということでしたね。ということです。はい、これ10問できた人マジ完璧、素晴らしいです。 OK です。はい、このままずっと、続けていきましょう。頑張りましょう。で、1問で間違えちゃった人、いつも通り復習をしましょう。はいはい、こんな感じです。唐はね、まあ難しいね。長いし難しいんだけども、頑張って覚えてください。よく出るんでね。はい。で、今日やるのは、カメラさん大丈夫でしょうか？大丈夫ですか？ありがとうございます。今日やるのはね、五代十国というやつなんだよね。なんじゃそりゃっていう話なんですよ。これは、唐の後の歴史の話なんだけど、唐の後にできた国のことをまとめて五代十国っていうのね。じゃあそれぞれ何なんだっていう話で見ていきましょう。まず五代、これっていうのは華北中心に五王朝が交代したってこと。どういうことか、まあそのままだよね。中国の北に、まあ、唐滅びた後よ、5つの、王朝が変わる変わる、起きては滅び起きては滅びっていうのを繰り返した。それを5つに変わると書いて五代というふうに言うんです。と、でその五代がそれぞれ分かってます。高梁、高唐、高秦、五漢、五周と、いうふうになっています。これ全部順番覚えてください。
先生マジかよって感じになるよね。マジなんです。というのもね、これがね出るんですよ、順番っていうのが。でどういうので出るかっていうと、例えば、まあ、いつも通り、よく出る例として、間違い直しの問題ね。どれが間違ってますかっていう問題で、後藤の後に光陵ができたとか、そんなような問題を出してくる、大学とかが、現にありました、僕の時代には、まあ、皆さんの時代にもあると思います。なのでこの流れっていうのを、もうね、両党新刊集みたいな、両党新刊集みたいな感じでもう強引に覚えてください。俺もねこれ苦労したんよ。いやでもこれはね頑張って覚えてください。はい、頑張ってください。で、ちなみにこの光陵っていうのは修善中が作った国です。で、さらに都っていうのはこれ開放というとこです。まあこれまで覚えておいてください。これが5代です。続けて十国、これはそのまま、このね、他の地方、華北じゃない他の地方にとかに、10カ国、国ができては滅びっていうのを繰り返したことです。これはそのままだね。で、この10国はね、まあそんな覚えなくていいです。出ないです、ほぼほぼっていう、なんでって言うと、まあね、まあまあ変な頭おかしいところが出したりするよね、たまにね。でもまあそんな問題は、まあ、捨てていいです。まあ分かんなくていい、みんなできないし。まあでもね、それをやりたいっていうね、ここで点取りたいっていう人は、そこね、資料集見て頑張って覚えてください。はい、まあ僕はこの授業では扱いません。出ないんで、ほぼ。はい。まあこんな感じが五代十国っていうやつです。979年まで続きます。じゃあ、この五代十国時代、どんな社会状況があったのっていうのをやっていきましょう。これはね、覚えてもらいたいのは2つ、あります。1つ目がこれ。武断政治ってやつ、まあそのまま武力による統治ってやつだね。まあこれ考えりゃ分かるでしょ。こんなさ、戦争を起こしまくりの時代にさ、武力なかったら滅びちゃうよね。そんな、だから武力が第一になっちゃってるから武断政治ってのは行われたという話です。はい、ここでちょっと政治シリーズってなりますか。政治シリーズ、いっぱい政治出てきたよね今まで。なんかなんとか政治とかなんとか政治とか、例えば、こんなのもありましたね。神権政治、はい、政治ちょっとしゃ、略しますとか、あとは、ごめん、ちょっと待って、漢字が不安だ、大丈夫のはず。はい、ごめんね。冷静一致の政治、あとは実力本位の時代、あ、これはいいや、ごめん、時代だね、ごめん、まあこれはいいや、ごめん。政治シリーズとしては神権政治と冷静一致の政治っていうのがあったよね。まあこれ、それぞれなんていう国かっていうのは皆さんパン、頭の中にパンと出てきてますか。大丈夫ですか。神権政治っていうのはもちろんあれだよね、あ、こっちにしとこう、ごめんなさい、ちょっと字が汚い。これは小という国だったね、まあ、陰とも言う。続けて冷静一致ってのはどこの国かっていうと州でしたね。まあこんなね、なんとか政治っていう、この時代は何政治ですかっていうのはね聞かれないですよ。こんなん聞かれませんよ、神権政治なんて答えさせるのは。だけど、こういった政治だったんだよっていうのをちゃんとね、頭の中に踏まえておいてほしいです。なぜかっていうと、こういうのを覚えておくと、こういったところから間違い直しの問題であったりとか、あとはね、まあ私立ではないんだけど小論文の問題であったりとか、論述問題かの問題であったりとかに派生することができるんだね。だからまあ予備知識とは、まあなんか無駄な知識だなとは思いつつも覚えておいてください。こういうなんかね、無駄な一見なんか入試に出てこなさそうなね、無駄な知識をね覚えとくと、実は世界史の入試にすごい役立つってことがあるんですね。はい。僕の、感想です。受験を受けた。はい。参考にしていただければと思います。はい。五代十国の社会、もう一つ覚えてもらいたいことがあります。それが何か、貴族さんの没落です。貴族って誰だよって。ほら、あいつらだよ、あいつら。まあ、こいつら名前変わったんだけどね。まあ、イコールね、豪族さんたちっすよ。
豪族さんたちは貴族って名前に変わってて、まあ、もっと詳しく言うと門閥貴族って言うんだけど、こいつは没落しました。なんで没落したの？じゃあちょっとここで問題出そうか。ちょっと入試スタイルで、はい、土地っていう言葉と、あと、ごめん、戦争、はい、この2つのキーワードを使ってなんで豪族貴族が没落したのか、説明しなさい。スタート。まあ動画止めてやってください。はい、ストップ。まあね、こんなんできなくても大丈夫です、はい。僕も多分高校時代だったら、何言ってんの先生みたいな感じになります。でもね、これ実は考えると簡単です。というのもだってさ、考えてよ、豪族さん土地持ってんじゃん。でもさ、戦争で豪族さん土地奪われ、土地ここ攻め込まれちゃうでしょ。したらこの土地って没収されちゃうじゃん、その戦争で仕掛けられた国に。したら豪族さん没落するよねって、それだけの話です。まあそんな出ないんだけどね。まあ、こんな流れがあって貴族さんたちは没落していきました、この時代に。で、その代わりに新興地主、つまり新しく、なんか権力を握ったやつらが荘園っていう土地で小作人を使用するようになりましたと。で、この新興地主のことを継承子で、小作人を伝子というふうに言います。先生、何が変わったんだいと。じゃあ、ちょっとね、これね、この前と後ろの時代で荘園の使い方っていうのが実は変わったんですよ。この貴族の時代っていうのは荘園あんじゃん、土地あんじゃん、ここ、直接もうこの豪族さんたちが経営して、作物植えたりして、まあこれ適当になんか果物であったりとか田んぼであったりとか適当に自分たちで作って、その作物を回収してたのね。まあ自給自足的な生活を送ってたわけよ。でもこの新興地主さんたちは頭いいのね。考えたのよ、この荘園をさ、小作人に貸そう、農地を貸してやろう、その代わりこの土地でできた作物を料金として払えと、これが荘園で小作人を使用したっていうやつの内容です。で、この結果さ、明らかこれよりもこっちの方が効率がいいでしょ。で、新興地主さんたちは経済力が、ぐんと伸びたと、前の時代に比べて伸びたと、貴族さんたちと比べて新興地主は力を持つようになったと、いうことになったんです。まあね、こんなこともね、まあ流れとして覚えておいてください。はい、五代十国はこんな感じです。まあ五代十国はそんなに入試では出るかな、出ないかなっていう、僕の感想では出ないかなっていう感じなんだけども、まあ、頑張って、覚えてください。覚えておかないとできないんで、世界史っていうのは。はい、では、終わりましょう。次はね、北方民族、北の民族の話をしていきたいと思います。復習しっかり頑張ってください。はい、ありがとうございました。